こんにちは、小野賢章です。さて、この度、アニメアトリマイディアモーメンツにて、主人公のイカルガ夏希役を演じさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、このアトリなんですけども、ゲームがあって、原作のゲームでは声がついていなかった主人公に、こうして私が、声をつけさせていただくということを大変、光栄に思っておりますし、かなり、人気の作品ということで、若干プレッシャーを感じつつも、楽しく演じられたらなと、思っております。ということでアニメアトリマイディアモーメンツは、2024年放送予定でございます。現在鋭意制作中ですので皆さんぜひご期待ください。以上、小野賢章でした。